はい、こんにちは。今回はね、こちらのミニカーになりますね。これは、ダッチのね、ミニカーでして、もともとこれはホットビールの、ミニカーなんですね。で、ダッチって会社が、アメリカの会社が出してるミニカーじゃなくて、販売してるトラックだと思うんですね。で、これはあえて他の同じ車種があるので、そっちの方で説明を入れようかなと思うんですが、これはコーヒーのね、豆のやつで、よく私これより先に出してしまったんだけど、同じね、コーヒー関連で、コーヒーのやつ紹介してますけども、そういうような関連付けでやってたものなんですけども、これはなかなかね、いいものですね。こう、コーヒー豆とこう書いてあって、このコーヒーのね、ここ人がいるんですね。で、人がいて、こういうふうに、コーヒーを販売してるっていう人が、ここにこういらっしゃって、で、それで、出来たてのコーヒーをお届けしますよ、みたいなね。でも、ヘラ持ってるじゃねえか、みたいなね。ヘラみたいの持ってるけどね。そういうツッコミはなしですよ、別で。なかなか、いいなというね、ものでして。ホットビールのミニカーって基本的には、あんまりちょっとあれ、かなり奇抜すぎてるデザインなんで、個人的にはあんまり好きじゃないんですね。あくまでもその同じ改造をしてあったとしても、市販車をベースに、それにちょっとこうカスタマイズ、もっとかっこよくしてやろうと思って、ちょっとこうカスタマイズ してみましたみたいな。そういう感じのだったらまだギリギリいいかなって感じなんだけど、完全に例えばエンジンがむき出しにしてしまいましたとか、実際にこんな車ありえないだろうみたいな、どう考えてもありえないだろうみたいな車が多いので、それがあんまりホットビールの私にとってみたらちょっと日本人には合わないかなっていうところが正直あるかなって感じですね。要するにアメリカ人の考える改造の仕方と日本人が考える車のカスタムの仕方とまた違うんですよね。国柄によって全然違うので、どうしてもその日本人の目から見てしまうと申し訳ないんですが、海外の、アメリカとか あのカスタムカーを見るとこう奇抜すぎてしまうかなっていうイメージが、イメージっていうかイメージ通りなんだけど、そういう風になってしまうんですよね。だからこう私言う時にはあんまりホットビールっていうのはあんまりそのなんていうんですか、そこまで、ものすごくねこだわって集めたいなっていうふうにはあまり思わないのですけども、これはこれでね、非常に、実写にこういうのねある、忠実に、実写にこういうのあるのかどうかは分からないけど、でも実写にいてもおかしくなさそうな、そういうふうなベースのコーヒージョークに仕上がってて、これいいなっていう感じで、購入して、買ってきてまいりましたけども、なかなかこれいいと思います。他は同じくホットビールでね、1950年代か60年代、50年代から70年代にかけての車かな、を再現しようと思って、再現してるところもあるみたいですね。そういうところがまた面白い、ホットビールのね、面白いところかなと思うし、そういうホットビールの中でも実写を、モデルにしつつカスタムをしていますっていう、そういう車が好きなので、その車の方が自分にとっては、合う、ミニカーとか車をコレクションする上で合うかなって感じです。ただ自分の場合はこうミニカーをコレクションしてるっていう感覚は全くなくて、どっちかっていうと車そのものをコレクションしているっていう感覚でございます。というわけでね、これは非常にいいなと思うので、買ってみるといいかもしれません。どうもありがとうございました。